お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 埼玉西武ライオンズベースボールカード2024の開封動画後編の9パックやっていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。まずは、後編の1パック目でございます。滝沢夏生内野手でございます。隅田千尋投手でございます。上田大河投手でございます。松井和夫監督でございます。で隅田千尋投手の、ね、キラ模様でございます。で竹内夏樹投手のカードでございます。で浜谷翔太投手でございます。2パック目でございます。渡辺健人内野手でございます。松井和夫監督でございます。陽気なドミニカンズでございます。ヤン投手とアブレイユ投手でございます。で隅田知博投手でございます。で直筆サインカード出ましたね。これ陽川選手ですね。これね直筆サインカードでございます。阪神タイガースから、育成ドラフトで現役ドラフトで、ライオンズに加入した選手でございます。でこちらがですね、89シリーズでございます。 BBM シリーズでね、やっと直筆サインカードが出ました。佐藤俊介投手でございます。キラでございます。古賀優斗、捕手でございます。3袋目でございます。コルデオ外野手でございます。ロマンあふれる大砲コンビ、村田内野手とアギラ内野手のカードでございます。中村武也内野手でございます。住谷銀次郎捕手でございます。源田壮介内野手でございます。で高木渡外野手でございます。でブルーカードですね、甲斐野宏投手でございます。4袋目でございます。岡林学人外野手でございます。上田大河投手でございます。佐藤流星内野手でございます。ファイターズにも在籍しておりました。アギラ内野手でございます。宮沢大成投手でございます。村田レオン内野手のキラでございます。で増本渡投手でございます。5袋目でございます。でブルーカードですね、住谷銀次郎捕手でございます。野田海斗捕手でございます。今井達也投手でございます。で松本渡投手のねカードでございます。児玉亮介内野手のキラでございます。で竹内投手、宮沢投手、糸川投手のねキャンプの思い出のねこれカードでございます。で金子裕二外野手でございます。
はい、6袋目でございます。令和の牛若丸ですね、児玉内野手と滝沢内野手のカードでございます。佐藤俊介投手でございます。古川雄大外野手でございます。杉山春樹投手でございます。竹内夏樹投手でございます。糸川亮太投手でございます。増田達志投手でございます。7袋目でございます。ヤン投手、アブレイユ投手のキャンプの思い出カードでございます。陽川直政内野手でございます。児玉亮介内野手でございます。で、中村武也内野手のこちらカードでございます。ジェフリー・ヤン投手でございます。中村優太投手でございます。与田海人投手でございます。8袋目でございます。長谷川慎也外野手でございます。某高橋投手でございます。チーム、ロンゲですね、高橋投手と今井投手のカードでございます。昼間拓也外野手でございます。で、平海馬投手の、ね、カードでございます。高橋光成投手のキラでございます。豆田太一投手でございます。太一投手ですね、失礼いたしました。で、最後の9袋目でございます。滝沢夏生内野手でございます。青山みなと投手でございます。で、佐藤俊介投手のカードでございます。本田圭介投手でございます。で、高橋光成投手のカードですが、ちょっとね、ブラウンでね、ちょっと色がね、柄が違います。こちらは100種類の限定カードとなっております。で、アギラ内野手のキラでございまして、最後は山田春人投手でございます。以上で、BBM 埼玉西武ライオンズベースボールカード2024開封動画後編のね、9パック、終わりたいと思います。はい、今までね、ちょっと BBM シリーズでね、ちょっと直筆サインカードは出なかったですけど、ようやくね、直筆サインカードが出れて、嬉しいです。で、ちょっとね、日にちは経ちますけど、また BBM シリーズをね、中心にやっていきたいと思います。またね、プロ野球チップスの方もね、順次上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。またですね、サブチャンネル、僕の料理チャンネルでは夕飯動画で毎週、水曜日に上げてます、試食動画、さらに、気まぐれでやってますチョコボールチャレンジを上げていますので、興味ある方はぜひそちらもぜひご覧ください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。